いやー、デブシー、はい。最近ですね、なんかやけに背筋がゾクゾクするっていうか、まあね、こんなご時世ですから。もしかしたら風邪ひいてるかもしれないですよ、気をつけないと。ドルさん、なんだそのうがいみたいな音は。ドルさん、ドルさん、ドルさん、しっかりしてください。ドルさん、どうしたんですか。ドリルさん、ドリルさん、しっかりしてください。どうしたんですか。あれ、ドリルさん、今、清美さんの声って聞こえますか。いや、聞こえない。聞こえないですよね。あれ、すいません、バイク。もう、はい、もう終わり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 、もうオープニング終わり、オープニング終わり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 、もう一回お願いします。やってないからやってないから、このままちょっと今カメラと乗っ取られてる。お前がマイク乗っ取られてるやないか。今日のテーマは頑張って作りましょう。はい、今日の待って待って待って、これは新潟出身の3人が何もないマインクラフトの世界で様々なものを想像していく開拓バラエティです。新潟出身者のマインクラフト開拓記。まあ楽しみやん。自分は最初からもうヒーローエディションで買っちゃいました。そうですね、やっぱ大概の人たちは意外とヒーローエディションで買ってるってので、ちょっとバビったっていう。バビる、バレバレビビるの略ですね。毒20年ぐらい前に流行った言葉ですけど、バビる。聞いてございます。はい。あ、もうこれコソコソでやる。ドリルさん、聞いたことありますって言ってたんですよ。単純に聞き取れなかった。それは俺が悪い。これもう自分が悪いことを認めます。バビルにしてかと思った。また、いうわけで発表の回でございますと。そうですね。いやーなんかこう無計画な状態から作ったもんで、大体のふわっとした感じ、ふわふわって感じで、ふわふわタイムで終わってましたからね。ふわふわタイム、ふわふわタイム。まずはあれですね、廃墟ということで、道から作りました。こんな感じでトンネルをくぐります。ちょっとね、ところどころ違う色にしてるのは、その廃墟っぽいようなところを作ってたんですね。その砂利道と土道があって、あんまり舗装されてないような感じ出したかったんで。そして階段は苔がくっついてるような感じで、はいはいはい、ここを上がってきますと、はい、でそれはどんな廃墟なのかと、はい、いうと、レンガ、なんだこれは。家の廃墟でございます。家の廃墟、家か。ちょっとね、いろいろ中身、草で囲われて、はいはいはい、囲われて、でこれが真ん中ちょっとね、くすって開いてるようなイメージで作って、でその廃墟の家ってなぜかね、鉄格子がついてるんですね。はあ、それで上はこんな感じで、はいはいはい、一つの一軒家がちょっと廃墟としてなってるわけです。はあ、そしてこの廃墟、実際にあるものです。実際にある、新潟の人だったら知っているホワイトハウス。ホワイトハウス、新潟県ホワイトハウスで検索ですね。めっちゃカタカタ思わせる。あ、間違えた、ホワイトベースって言っちゃった。ある一家が殺人鬼によって惨殺されてしまい、結局その家族の中の一人の長女の霊がそこに住んでいるということで、心理スポットとして名高いで、まあこだわったポイントとしては、やっぱりその外観もそうですし、やっぱり設定にちょっと凝りたかったということで、私はこの廃墟を選ばせていただきましたと。もう草の生い茂ってる感じとかね、伝ってる感じは生々しさありましたね。じゃあ知ってる方は知ってるっていうレベルなんで、自分のやつは。ここですね。はい。お、あら。こちらなんですけども、とまずまあ、じゃあ一旦ざっくり入ってみますか。もう本当簡単なんですけど、まあ入ってみると、なんかここら辺はね、なんか一瞬ね、なんか武器がなんか売られてるような感じだったりとか。あれ、もしかして。なんか真ん中ら辺ね、なんか毒沼走ってたりだとか。
はいはい、あなんかここら辺はなんか、うん、あなんかかすかになんか茶番出ますけどベッドの置いてあったりとか、はいはいはい、なんか奥の方はなんていうんですかねちょっと派手な色でまあそうですねここを歩くとまあダメージ走ったりするのかな、あまあそういった感じでまあちょっとまあザ・ゲームの街の名残みたいなの残ってるんですけど、まあそうですねその街のその塀の外側ですね、まあ、街の前に、まあ、転がってるこの石たち、はいはい、これなんかまあちょっとなんか顔っぽい感じがしないですかね。わあ見える。こちらはですね、ドラゴンクエスト1に出てきますメルキドの街っていうものでございまして、実際 の, あのゲームでのメルキド街はあの別あの滅んでたりとかしなくて普通に街として栄えているんですけど、まあ、そこからまあ平和が訪れて人がいなくなってまあ廃墟と化したわけなんですけども、このメルキド街の特徴ってあの街の前にあのゴーレムが塞がってまして、そいつを倒したりとかあの笛でゴーレムを寝かさないと街中入れないんですよ。ただそんなゴーレムもちょっと人がいなくなってちょっと手入れがいかなくなって、まあ、こんな感じで、まあ、バラバラになって放置されるようになったと、はい、でもまあそうですね目の光とかは消えてないんで、まあ、いずれまた人々がね集まって活気取り戻したら、まあ、このゴーレムまた再生して街を守る存在になるんじゃないかなっていうそういったところですね。はい、ちなみにですがさっきのあの溝のビカビカしたところあのバリア張ってるところで、バリア張ってるところのこの真ん中ら辺にあのおじさんが立ってて、そのおじさんがあのドラクエのゲームに重要ななんかアイテムのありかとかそういったのを教えてくれるんですけど、そのおっさんのとこたどり着くまでにここまっすぐ行けなくて、こう遠回りでこう行かなきゃあのおっさんのとこ行けなくて最低でも84ダメージ食らうんですよ。だヒント聞くのにすごい命がけなところなんですよここ。ふわーってね。そうそうそう。あこんなところにメルキドって書いてある。あ気づきました。気づきました。そうですねしれっとねメルキドっていうアピールだけはそれだけのところした。ここはどこかって言った時にまあメルキドだよっていう。あいいわ取り越した。おお。お？お？お？よっと。お？あれは。あとこれ。ようこそ私のゲストハウスへ。ゲストハウス。ゲストハウス。ゲストハウス。入ってみましょう。はい。暗いな。廃墟っていうとね、まず窓ガラスがなかったりとか、はあ、床に穴が開いたりとか、はい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 、床に穴が開いた結果崩れて。落ちてきてみたいなおっていうイメージで作ってたんですけど、はいはい、さっき入ったのは入ったのは客室一つの客室ですね。客室、はいはい、でここにも同じような客室が一部屋二部屋とあって、はい、でここはあのリビングかリビング、うん、そうここ元は暖炉があったんでしょうね。ああくべるために石で囲われて。ソファーとかもねすっかり汚くなっちゃって。そうですねどっちもカビてるっていう。でこちらが、受付になります。ああ、そうかゲストハウスだから受付があって、はい、トイレがあって。あおトイレか。ああ本当だトイレ。トイレはトイレはね最初に真っ白い。うわーっと匂うぞ。現役だったはい。あもしかポッとああポッとで階段登っていきます。で階段登っていきます。落ちてたぞ。案内人か。案内人か落ちてた。階段登っていきますと、まあ客室は同じく3部屋あるんですけれども、今度はダイニングがあるございまして。おお。はい。ダイニングがあって、でここは脱衣所、脱衣場付きのお風呂。おお。だったところ。はいはい。風呂があって、はい、あちゃんと流し台もあるっていう感じのゲストハウスなんですけれども、はい、ポイントとしてはそうだな、やっぱりこの穴、はい、で穴の下を見るとちゃんとその崩れたがゆえの、はいはいはい、積もってると木材たちが散らばっていると、そして照明が
一切ないということで、この薄暗さ。そうですね。はい。廃墟つったら薄暗いもんだよなって思ったんで。そうですね。はい。あ、この部屋だ。あー、なるほど。木がね、はい、侵食してるっていう。はー。そう、さっきからね、枝ブロックがね、侵食してるなって思って、あー、そういや、廃墟って確かそんなんかなっていう。自然と一体化なんですよね。コンセプトは。はい。自然と一体化仕掛けてるものだと思ってるんですよ、廃墟って。はい、徐々に時間をかけながら、はい、だからそういったものを表現できたらなって思って作りました。この屋根裏部屋とか入ってもいいですか。屋根裏っていうか、これは結局崩れた後なんですね。ああ、崩れた結果の。いや、自分今回ちょっと現実的にしたもん、誰かなんか廃墟って言っておきながら、なんか誰か一人ぐらい天空に作ったりするのかなと思ったんですよ天空のなんか神殿みたいなのなんか滅んだ感じにして、ラピュタっぽいような感じの。ピタピタラピタ。いや、実はね、天空じゃないんですけど、水中に作ろうと思ってた時期があったんです。いや、それもね、思ったんですよ、はい、今回飛び道具系、突拍子もない系が多いんじゃないかなと思って、自分現実的にしたら意外とみんなもそんな感じだったっていうのでそうですね。果たして票を集めるのは現実にある清盛のホワイトハウスか、それともゲームの方でのデブさんか、それともあるあるを詰め込んだドリルさんか。じゃあ行きますよ。はい、せーの、清盛さん、デブさん、清盛さん。おー、ありがとうございます。というわけで今回の勝者はさつき清盛さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。オープニングかまあもうね、皆さんマイクラダンジョンやりたくて仕方ない感じになってると思いますんでじゃあこれ終わったらクエストいきますか。じゃあいきますか、はい、ということで、さよならで See you next マイクラフォージ Goodbye。 お疲れ様でした。ありがとうございました。